だっつーん。だっつんってば、聞こえないの？たく、妙に集中してるな。よーし。だっつん、なにやってんの？なんだとは随分だな。何度も呼んだんだぞ、ダッツン、ダッツンって。けどちっとも気づかないし。いやいや、こっちこそ悪かったよ、邪魔しちゃって。で、そのカメラどうしたの？なんで？私は気に入ってるけど。呼びやすくていいと思うけどな。中学から呼ばれてるのにまだ慣れないの？あれ、ハルルは？ああ、幼馴染のくせにニーミさんなんて言っちゃって、よそよそしいんだから。そんなんじゃ誰かに取られちゃうぞ。ハルルはモテるんだから。ハルルって呼んでみれば？特別に使用許可出してあげる。そっかな。やっぱ二人の距離を縮めるなら相性で呼び合うのが一番じゃない？素直じゃないね。ダッツンじゃなければどう呼んでほしいわけ？エレキ？そうそう、あれは諦めるの早かったよね。3週間ぐらい？じゃあビリー。あん時はすごかったよね。ハスラー気取りで球を構えて見えたとか言っちゃって。自分が飽きっぽいのを私のせいにして。結局ダッツンがぴったりってことじゃない？あのマイダーツまだ持ってんの？まだあるんだ。今度また一緒にダーツやりに行こうよ。あん時はすごかったな。みんなでボーリングやった後、ダーツでもやるかってなった時、おもむろにバッグからマイダーツを取り出して。その前に、普通マイダーツ持ってないから。あの場にいた8人では誰も持ってなかったんだよね。あん時はおかしかったな。みんながダーツをレンタルしてる時に、一人だけゴルゴなんとかみたいな目でマイダーツを組み立ててるんだもん。後ろの羽を差し込みながら、角度よしとか言っちゃって 笑いすぎてどうにかなっちゃうかと思ったよ。懐かしいね。そうそう、男は諦めが肝心で、その肩にぶら下がってるものは何？新しい趣味ってわけ？へえ、ラッキーだね。いろいろ取った？けど、肝心なものを取り忘れてるんじゃない？ソフトボールに青春をかける健康優良美少女を。ここに。もう遠慮しちゃって。ほらほら、遠慮せずに取った取った。今なら取り放題だよ。取ってお願い。
でなんとなく。さて、そろそろ部活へ行かなきゃ。じゃあね、ダッツ。またねー。